島天満宮御祭禮ということで、もうそれなりにね、この道路は通行止めになってます。お祭りは始まってるようですね。お店はどうですかね。まだ人では今一つですね。今一つでございますが、とりあえずお祭り用に道路は閉鎖されております。ね、ここは車が通らないということは非常にいいですね。お祭りらしくて、提灯もね、ずーっとね、たくさん飾ってありますね。大祭らしくね。確かね、明日はね、おみこしが出てね、この湯島の一帯をね、おみこしがね、トギョイですかね、ぐるぐる回るのは、確か去年そういう風なの見たことありますね。今年もね、夕方にはきっと、宮入りでね、賑やかなことだと思います。今はね、夜店の屋台の準備が今着々と進んでいるという感じでございますね。このね、通り向こう側からあそこから進入禁止になってますね。やってますね。景気のいいお囃子の音が聞こえてまいりました。シーズンになってますね。梅の実はまだついてませんかね。このね、湯島の白梅というね、季節にはすごい人がね、いっぱい来てね、梅をね、
楽しむんですがね、今日はどうなんですかね。緑いっぱいですね。まだ梅の実の形も見えないかな。おみこしが飾ってありますよ。ほら、こっちのみこしがまだ出てない。本庄みこし。大きなみこしですね。担ぎ手は何人いるんですかね。これ大変な人数いると思いますね。おー、輝いてます。日程は宮田氏が日曜日の8時から、いよいよお前の出番か。来年は、来年は、まだ59歳ですよ。ちょっと早く、ちょっと早く。ダメに話したらさ、そんな偉くなったの？ダメだ、曲。あ、でも、どこだ？ダメはね、いまだに次はプライベート3年ってたんだよ。あ、そうですか。うん。あ、でも、これしっかりしてるから。ラブはいつだったの？ラブはね、70ちょっと手前か。え、同じぐらい？子供いるよ。さあさあさあ。ありがが回れてますね。Oh,
Thank you.